どうってすごいっす。本当？嬉しい。いやらしい目でお姉様を見すぎですわ。下手。お弁当を作ってきたのに。え？セイジ君を傷つけてもいいのは私だけなの。そんなことじゃない。お姉様！セイジ君の鈍感！どうして私を追いかけてこないの？うまっ！よかった！で、チビザルが何？何かやましいことでも？モテって雑誌にあったから必死で冷たい態度取ったのに。もう聖司君のバカ。私が何？何か隠してる？いやいやいや何もないです。大丈夫？聖司君、あかねさんそれ言わない約束。あちょっと暑いかな。君、セイジ君に手を出したら殺す。キャー、それは楽しみ。セイジ君大丈夫？平気、ちょっとふらつくけど。まさか風が悪化して、私のせいで。待っててね、セイジ君。すぐそっちに行くからね。全然生き返れないじゃない。そら15分もやってたら生きてても死にますよ。では次は私が。死なら殺せ。だからデイスタを助けるためのキスですってば。分かってても悔しいのよ。何がおかしいのよ。分かったわよ。後ろ向いてるからさっさとしなさいよ。はい、ではさっさ。どうって。いえ、セイジ君。よかった、本当に死んじゃったかと思って。私どうしようかと。アカネさん、また死んじゃう。ったく、アカネさんがアクアを誘おうって企画してくれたのに。ううん、気にしないで。アクアちゃんは私の未来の妹になる子だもの。待って、アカネさん。誰？私たち今とっても恋人らしいよね。おお、かっこいい。元祖オンザカワ。喧嘩なら買うわ。鳥類が私の未来の妹に手を出してただで済むとは思わないでよ。本物の妹も忘れないでください。ここにセイジがいたらよ。バカめが普通にペンキンと離れて。もういいって、逃げろよ。お姉様をやめて。弱いってうるさいのよ。飛びかかってものを教えてあげるわ、鳥類。飛ぶんだ鳥。それよりアカ、アカネさんにちゃんとお礼言ったのか。いいよ、セジ君。それよりナンパについて詳しく。だからその基準がわからん。アカネさんもユズちゃんも夜遅くに大丈夫だったの？お姉様の行くところならどこにでも行くわ。そう、チャンス。超楽しいですね。肝試しって面白いのね、セイジ君。
あかねさん、怖くないの？さすがお姉様ですわ。ふか、ふかふかじゃ。わー、何してるのよ、ちびざる。ふえー、目が覚めたらあかねさんの上だったんですよ。幽霊って意外と弱いのね。こいつら怖がるどころか、平気で暴力を振るってくるんだよ。僕ら、脅かしてるだけなのに。はぁ、陰気な奴らね。なんでゆずは聖司君の背中に？ねえ、泥棒猫なの？浮気なの？違うんだ、あかねさん。なんでちびざるがいるの？っていうか、お前もついてくるのかと思ったけど。なんでここにちびざるがいたの？いいな、聖司さんは。どうしてちびざるがいるの？いや、何言ってんだお前。急にどうしたんですの？こんなところでダメ！どうして帰ってくれないの？今ならまだ平気なのに。もうこれ以上君に嫌われたくないのに。無理だよ、私聖司君が好きなんだよ。こんなに簡単に聖司さんのことを奪われちゃいますよ。あんたに私の何がわかるの？あんたに分かった風にされるのはすごくムカつくわ。でもその通りだから悔しい。お母様、私はどんな罰でも受け入れます。だから聖司君を好きでいることを許してください。私は絶対にこの思いを捨てたくない。そういえばあんた、さっき聖司君にキスしたわね。もうすっかりいつものあかねさんですね。殺せ。ありがとう、ゆず。どうしたの、ゆずちゃん。すげえ、ドロドロだ。聖司君、君を好きになって本当によかった。